それでは早速ではございますが、あのまずは一言ずつ自己紹介をいただければと思います。では柏木さんからお願いします。はい、市花役を演じました、私立エビッ中学柏木ひなたです。今日は初日、初回上映の場に来ていただいて本当にありがとうございます。短い間ですが、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。竹富さん、お願いします。稲沢花を演じました竹富聖歌です。今日は暑い中、ありがとうございます。 と短い時間ですがよろしくお願いします。どうもありがとうございます。上白石さんお願いします。あ,あ、こんにちは。えっと瀬沼家役を演じさせていただきました上白石もかです。えー、今日はお暑い中ありがとうございます。えー、短い間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。では岡崎さん。 女王の木配役を演じました岡崎沙恵ですよろしくお願いします石田さんお願いしますはい、えー、アジタ麗子役を演じました優美こと石田優美ですよろしくお願いします皆さん映画どうでしたか楽しかったですか嬉しいです今日は短い時間なんですけど楽しんでいきましょうよろしくお願いします ありがとうございます。では新井さんお願いします。久保が第一役を演じました新井敦史です、えー。本日は、えー、暑い中、えー、ご来場いただきありがとうございます。えー、短い時間ですが最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。菅谷さんお願いします。 えっと小路正義役を演じさせていただきました菅谷哲也です、えー、本日はお暑い中お越しいただきありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますでは朝霞さんお願いしますえー、これは高校野球のなめ川総合の選手の真似ですねすみませんなめ、はい、川総合のババの真似しましたあもう脳症炸裂してるんですみません田中 <laughs>、えー、の純役を演じさせていただきました朝霞光大ですよろしくお願いします どうぞよろしくお願いします。では阿部監督お願いします。はい、えっ、ー、と監督の阿部祐一です。えー、今日はキャスト、えっ、ー、とそれから皆さんと一緒にこのあの公開初日を迎えることができて嬉しく思ってます。今日はよろしくお願いします。どうもありがとうございます。それでは早速いろんなお話伺ってまいりましょう。まずは柏木さん。はい、いよいよ公開初日を迎えましたけれども、今日こうしてお客様を目の前にして今のお気持ちいかがですか。 いやもう無事にその初日を迎えられて本当に嬉しいしでもあのなんだろう今までずっともう脳症炸裂があるってずっと言ってきてやっとあの漢字も書けたとこだったんですけどもうなんか一段落しちゃうなって思うと少し寂しい気持ちです素晴らしいですねあの漢字が書けるという、ねはい、一生懸命あの書けないとやばいと思って練習しました<ー> <laughs> さすがでございます竹富さんはいかがでしょう今日初日迎えました初日迎えて まだかかけないです <laughs> どうですすどうお客様目の前にしてやっぱりなんか3月撮っててすごい寒い中撮ってたんですけどもうこんな暑くなってなんだか PR とかも一緒にひなちゃんと大阪行ったりしてなんだかあっという間ですごく。 なんか楽ししみにしてまいやお客様にとってもねとっても楽しみな日だったんじゃないかと思いますけれどもねみんなで共有できてよかったですよね。はい、ありがとうございますさてですね上白石さん岡崎さん志田さんに伺いたいんですけれども3人はね「ビッチリッチパッチという。 コンビとということですごくもう息の合ったところを映画の中でも見せてくださいましたけれども <laughs>、はい、実際、撮影中のエピソードといいますか、まあ、大変だったことだったり楽しかったことだったり今、改めてて思いい出しかかがですか、はいはい、あの冒頭で皆さん覚え,てる覚えてらっしゃると思うんですけど3人でこう机を囲んでお昼ご飯を食べているシーンがあったんですけどあのシーンで。 もうすごかったよね <laughs>、えっと、そうお金はちゃんはあのー、アフタヌーンティーみたいな三段になってるお弁当で、レイコちゃんはなんかよくかんなんんわかんないんだけど、わかんないんだけどいですねそうみたいな私は金粉ののたハンバーグを食べてたんですけど、うんこう、撮影って何回もいろんな角度から撮るので、何回も撮らなきゃいけないんですけど。うんええ 金粉を毎回足していくのでどんどんこう積み上がってきて <laughs> <laughs> 一口食べたんですけど金粉の味はしませんでしたそんなにそりゃねでもすごい似合ってたよ金粉んすごいお嬢様って感じです,す <laughs> どんどんゴージャスなお弁当になってったってことでしょうかね金粉の量が増えてねそうですかなるほど岡崎さんはどうですか <laughs> まあそうですねずっと三人でいることが多かったので撮影が終わっても三人で よく一緒にご飯を撮影以外でもお昼一緒に食べたりして仲良くね。 喋ってました。カメラが回っているところでも回ってないところでもそうですか？か志田さんはいかがですか？私はさっきモカちゃんが言ってくれたんですけど、なんかあのご飯食べるシーンで本当に何カットもしたんですよ。それで私なんかそういう浅いとか錠剤とかしか食べれなかったんで、本当にずるすぎて。私もお腹鳴るのに必死でどういうことだ。お腹がすごい鳴り止まなくてで、そういう時ってなんか絶対お腹鳴っちゃダメっていう時。になる それじゃないですか。それどういう感じですかね。何なんですかねあれ。<laughs> なんかあれが本当に辛くて大変だったことと、あとあれですね。なんか二刀銃、二刀二個持って剣打つやつ。二刀剣。あ、二刀剣。二刀剣をやりたことが、二刀剣銃をやりたことがすごい嬉しかったです。<laughs> ね、可いい部分とこうちょっとかっこいい部分とね <laughs>、はい、ありましたものね、見せ場としてね。はい、はいありがとうございますじゃあ、続いてですねえ男性陣に伺いたいんですけどもうね、女優さんがたくさん出ている作品での男性陣ということになりますけれども、また、しかも教師役ということで、途中でキャラクターがガラッと変わったりだったりとか、まあ、演じてみていかがでしたかというところ、伺いましょうか。じゃあ新井さんから まあそうですね、あのー。そんなに年齢も離れているわけひなたちゃんとかはどうかわからないけど、まあ、23歳っていうところなんですけど、まあ、なんか不思議でしたね、なんか普段は生徒役でこう教託を見ているというか黒板を見ている感じだったんですけどなんかこっちに立ってみるとなんか不思議な感覚というか,なんか撮影のいつもの撮影の倍以上こう緊張したというか。 でもなんか楽しく、ね、男子3人は協力して撮影できたんでよかったかなと思うんですけどすごく余談なんですけどあの3月に撮影だったんですねであの時は寒くてあのこれ今4枚ぐらい着てるんですけどすごいちょうどよかったんですよあったかくて。 今ものすごく暑くて汗が止まらないっていうすごい余談なんですけど。ま <laughs>、ね、あ皆さんついてきてください。よろしくお願いします。やっぱり季節が変わるとね、お衣装ってずいぶんと着心地変わりますものね。なるほど。すいません。すスウェーさんどうですか、はい。そうですね。あの撮影以外の場所では、あの今ご登壇されている出演者の方以外にでも以外にもたくさんあの女性のキャストの方がいらしいらして、あの単純に 女性が多くてちょっと萎縮しまはしいそんえええで,すか <laughs> で撮影の時はあの初めて銃を持ったお芝居をさせていただいたんですけどあの銃を捨てろっていうセリフがあってあの小さい時はそういうセリフを言いながら遊んでたのが今はこう仕事でセリフを言うようになったんだなと思うとこうなんか感慨深いものがありましたね。 俳優さんと面白い職業ですね、うん。はい、ありがとうございます。